どうも、ヨネです。ディスガイア 2PC 続きをやっていきたいと思います。前回からですね、裏作業でレベルを上げまして、まあこんな感じで、まあ多少ですね、やっております。で、今回は物語の続きと、あとは花子の召喚実験ですかね。やっていきたいと思います。あれれ？おかしいですね。もうぼちぼちお待ちかねの魔物がお出ましになってもいい頃合いなのに。おい、あやつに聞こえるぞ。で、その魔物はどんなやつなのじゃ。どんなやつでしょうね。この沼地一帯の固有種と申しておったが、すでに絶滅したなどというオチではなかろうな。うん、もうせっかちなんですから、そんなにすごんじゃ嫌ですよ。慌てなくてもそのうち。ああ、そうそう、ちょうどあんな感じのやつですよ。っていうか、まさしくあれですし。ガーガー出て、ヤンバカン、アラセの魔物か。逃げましょう姫様、それも一目散に。思い出だけ残して、思い出だけ残して。父上に魔王ゼノンに殺されるのなら、奴とで本望であろう。しかし志半ばにして名もなき魔物に殺されるは、世の常とはいえ儚きことよ。あやつが死すれば、太郎も花子もさぞかし悲しむことであろうな。何を甘ちょろいこと言ってんですか姫様。あなた悪魔でしょうが、しかも魔王ゼノン様の娘でかしょ。力なき者は死んでいくのがよろすね。姫様は貴族ったファンの枚数をいちいち覚えているんだった。ファン、要は肉の方が好きじゃない。絶対じゃなくて、生き残っていくには常に何かを犠牲にしていかなくちゃならないってことですよ。姫様もゆくゆくは悪魔どもの頂点に立つお勘だ。そのような砂糖漬けのウイスキーボンボンがごときお考えでは困ります。じゃがな天狗よ、あやつは世を人質にもせず父上のもとへ送り返すと約束しよったのじゃ。しかもあやつは面倒なことにも未だ約束を守ろうとしており、敵と約束を交わしたり敵を信用するなど、世には全く理解できぬ。世はあやつの真意がどこにあるのか見極めてみたい。姫様、そんな綺麗事。ランプショットが誰に、俺の同化戦に火をつけた命知らずを。そこへ直りちゃい、デスバット2、3回じゃない。さあどんな感じだろうね。レベル9、まあ余裕かな。12がいるのか。でもダブルオタリオ持ってる。こっちは石板だね。石板じゃなくてボスのロザリオはちょっと欲しいな。ロザリオ欲しいからこの辺でちょっと動かしてって。あー、結構やられかけてるな。三連射。
あれダメージ入んなかった。盗めるかな。攻めた。危なかったの。おそらくまだそれほど年を経ていないやつだったのであろう。命拾いしたな。なんだ、知ってる種族だったのか。まあな、このくらいは常識じゃ。年を経た者はレベル100にもなるらしいぞ。レベル100か。次に見かけたら要注意だな。姫様、今のは不可抗力でしたけど、次は確実にアデルさんを地獄に落としますよ。いいですね。姫様も最初からそのつもりだったんでしょ。まあな。しかしあやつは敵である世の言葉を信じて約束を守ろうとしておる。世には全くもって理解できぬ行為じゃ。だからこそあやつがどこまで本気なのかこの目で見届けてみたくなった。姫様、頭大丈夫ですか。初めて下界の生活に触れたせいでおかしくなったんじゃないんですか。そうじゃな。一時の気の迷いかもしれん。じゃが許せよティンク、今しばらく付き合ってもらうぞ。魔王ゼノン様。姫は見つかった。いいえ。愚か者め、何故戻ったか。姫様の行方を探している途中、気になる情報を手に入れましたので。なんだ、申してみよう。ホルウト村方面にある宮殿が何者かに襲撃されました。例の魔人の仕業か。その可能性が高いかと。魔人の分際で魔王に逆らおうとは身の程を知らずな奴め。いいよかろう、その魔人をおびき出すのだ。よい。魔王ゼノン様の仰せのまま。強制的に村に戻された。通行証が必要になる。前科者になれないといけない。あったね。確かこれはどういうシステムだったかな。天気さん宛てに代表が届いてるよ。存在そのものが罪。アイテム買い屋に行く。アイテム買い屋行かなきゃいけないんだ。大丈夫かい。これ行かなきゃなんだね。ロザリを手に入れたし。
半セーブしておこう。まあ、ここに行くか。まあ、アイテム界はもう遊んでるんだけどね。4階にあるんだ。あ、ゼルもらった。ゼオパネルがめんどくさいんだよな。うまくやれるときはいいんだけど。よし、これで見やすくなった。両ブロック動くタイプか。それで今回は適当に壊していこう。パワーコーン1。ああ、こういうことか。
食だな。いやこれ3つある。赤が残っててこの、緑があって青があってかってことはここ赤しかないから黄色と赤を乗っければそれで十分なんだけど、赤じゃない緑か。地下4階地下4階に入ったのでリンクにちゃんと赤い裁判所コンコン静かにしてほしいっす。罪を犯すは悪魔の誉れ。これより魔界法に基づき裁きを下すっす。我ら魔界裁判所はあなたの罪をたたえ汝被告人らに栄えある前科を授けるっす。前科は悪魔のステータスっす。極悪人を目指して頑張るがよいっす。これにて一件落着っす。へてっす。おお、ダークロボタリアンもらえたんだ。目的を無事に果たしたところで地下10階まで潜って脱出します。それともデール使って脱出します。デール使いますかね。時間もかかっちゃうし。でとりあえず今回はこれで罪状をゲットできたのでセーブしておいて、今回は花子の実験いきますね。あ、なんだこの匂い。この世のものとは思える匂いじゃの。世のお花がひん曲がりそうじゃ。花子一体何を呼び出すつもりじゃ。きっとお兄ちゃんたち驚くよ。花子を呼び出そうとしてるのはこの世で一番強いやつ。それも世界を滅ぼしちゃうくらいのね。花子何を欲してる。この世で一番強いのは父上に決まっておろう。ベルタイムだとそうかもしれないけど、世の中にはいろんな世界があるから魔王ゼノンより強いやつもいるかもしれんじゃない。確かにね。赤い通販
アマゾンビで何でも手に入るの。邪神の像とか魔人の生き地とか生肉チョコバー一出しとか。キャラクターですね。レベル6。盗むものもないしな。ボーナスがね、多いんだよ。なんか攻撃しないで近くに寄せるか。経験値だけだったか。ゲームの対象年齢が上がっちゃう。
まあ岐阜はね強いっちゃ強いけど、言葉が足りてないぜっつってバデルたちの仲間になってくださった。まあそういうわけでギグが仲間になってくださったんで、てかグルーブ4っては狭いだろう。武器は何が装備できるんだい。やっぱ魔物警戒。魔物系だね。この辺で。運動靴が売ってるけど高え。とりあえずスリップ。で、まあ、スリッパと。せっかくだからロザリオも落としとくか。で、筋肉外れだもんか。この辺はしまっておいて大丈夫かな。とりあえずギグはそのうちレベルを上げてそれなりに使えるようにしておきたいってとこですね。はい、というわけで今回ここまでにします。ご視聴ありがとうございました。毎日18時更新中、最新動画もチェックしてね。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。